もう少々。だからみんなセッティング。はい、どうぞ。行こう、行こう、はしゃぎ。どうしよう。あなた、もっとフロントか。こっち、こっち、こっち。こっちも。入って。そうそうそう。分かった、あとで。I know, I know。メニちゃん、ケーブル、これだけじゃないな。あなるある。あーすごいすごい、見て見て、すごいすごい綺麗。あそこあそこ見て、いいな、これはいいな。一番いいな、これ。おー、これ一番いい、ちゅうちゅうさん、まだ。まもなくですね、一歩目の鉄塔を通過します。鉄塔通過の際前後にお気を入れますので、ご注意ください。ではですね、後方に神戸の北側の風景がどんどん見えてまいりますので簡単にご案内いたします。正面右下が有馬温泉の温泉街になります。そして左手にあそこは神戸山がありますが、こちら有馬三山の一つ、落ち葉山と申しまして、標高が513私早いでしょ。 I know the position。 上の熊僧ですが、妙見寺といいまして日蓮宗のお寺になります。その後ろ、白い平たい建物が多数あります。ああれな、はい、では、ニュースでこれだけか。私はな、いつも。さあではですね、このロープウェイの構造を簡単に説明しておきますと、目の前に3本ロープが見えるかと思います。一番太いロープがレールの役割を果たしておりまして、こちらの。主人さん、こちら。そして下の2本のロープでございます。This one、皆さん、きれい。こちらのゴンドラはですね、三角形のゴンドラつながっておりまして、鶴見式に上げたり下げたりするゴンドラになっております。従って下がって上り下りのゴンドラは常に同じ速度で走行しております。ではですね、ゴンドラは三角形の一番深い谷、二船並みを通過してまいります。深さにいたしまして140メートル、深さにいたして45メートル、深さが変わってきたね。かわいい、ちちさん。これはい、すごい。左手ちょっと後ろは山の中に白いガードレールが見えます。そしてその右側にトンネルの出口が見えますでしょうか。今ちょっとだけ隠れますが、もう一度トンネルの出口が見えてあります。こちらのトンネルですね、日本で一番高級車の通るトンネルでございます。芦屋と有馬温泉を通るトンネルでございます。トンネルドライブへ有馬トンネルでございます。ただご安心ください。何？またこの車にはすぐ行っていただきましたらですね、東六甲展望台となります。こちらの展望台ですね、ごめんなさい、実は何を隠そう、分からない。撮影使われた現場でございまして、7年前の1作目のシリーズ、第5話のシーンですね、奥さんが7年に対して、半沢直樹が自分のお父さんなぜ死んだかというのを伝えるシーンが、やけに。ビューティフル、シンジさん。私この話ですね、先日までアバウトでお伝えしておりましたが、民放ポータルサイト TVer というのはですね、無料で再放送しております。第5話確認済みでございます。間違いございませんので、またよかったらお尋ねください。ね、ではですね、進行方向左手より赤いゴンドラがやってまいります。すれ違うところがちょうど中間点になります。皆さんよかったらですね、すれ違う手に手を振ってあげてください。手を振るときにですね、手にパワーを込めまして、向こうのゴンドラに送ってみてください。皆さんのパワーを見てろ。すいません、目の錯覚。今日の天気であれば、おそらく先ほどご案内できませんでした明石海峡大橋がその上から見えると思います。霞み具合によっては見えない時もございますので、その時はご容赦ください。またですね、有料にはありますが、自然体感展望台六甲シナレクルじゃあ3時になりましたら、めちゃ長いガイドさんにやる案内をございますので、長いでしょ、入場はい、酒いっぱいだなと見られたら、シープあるよ。シープだけ見たい私。おお、あそこは古いの？
スノーパーカー。また中にはですね、東南アジアの雪の降らない国のお客様がですね、人工雪にもかかわらず2700円も払ってです。この下からここまで。はい、ではですね、進行方向、右手より赤いゴンドラがやってまいります。すれ違うところがちょうど中間点になります。皆さんよかったらね、すれ違うときに手を振ってあげてください。手を振るときにですね、手にパワーを込めまして、向こうのゴンドラに送ってみてください。皆さんのパワーが伝わりましたら、すれ違った後、向こうのゴンドラのスピードが上がります。振ってるやって、振ってるやって。はい、ではすれ違います。例えますとスキー場のジャンプ台と同じ角度でございます。一番ビューティフルこのエリアな。このゴンドラ、時速18キロで走行しておりますので、自転車より少し速い程度でございますが、スキージャンプされる方、この角度を80キロで滑り降りるというふうに伺っております。では、前方にですね、神戸の北側の風景がよく見えておりますので、簡単にご案内いたします。左斜め前、山の中に風筋が入っておりますが、その中、そこから左奥に目をやっていただきましたら、ピンクの平たい建物が見えます。こちら神戸市北区の中心部、岡田というところにあります。そしてその右上、山の中にですね、2層に分かれまして街が広がっております。下の細長く広がっている街が神戸サンダープレミアムアウトドレットモールでございます。そして上側が赤松台といいまして、キリンビール、神戸工場、金福、明太パークなどがあるところになります。顔正面に見ていただきまして、右下が有馬温泉の温泉街、そして左手に小野温泉山がありますが、こちら有馬山山の一つ、落ち葉山と申しまして、標高531メーター。上の熊総堂ですが、妙見寺といいまして、日蓮宗のお寺になります。その後ろ、白い平たい建物が多数ありますところは、阪神物流センター、西宮市の山口町になっています。そして、その後ろ、山を挟みまして、今、陰っておりますが、左右に一直線にグレーのラインが出ております。こちら、平成30年3月18日、全面開通しました、新名神高速道路でございます。そして、奥に連なっている山並みは丹波山地でございまして、その山裾広がっている町は三田市の市街地、左の方に行きましたら、ニュータウンがいくつかありまして、左端の大きな建物がですね、三田市の一番大きな工業団地テクノパークというところになります。では次の鉄塔を、通過の際前後に大きく揺れますのでご注意ください。はい、ではですね、この川の上を通過してまいります。こちらの川のところにですね、有馬の有名な進み渡り公園という公園がございます。お時間ある方ですね、駅出られましたら右手に階段がございますので、お入れいただきましたらですね、5分ほどで到着することができますので、よかったらお尋ねください。包み方という綺麗な滝がございます。また折り返しカーブを進んでいただきましたら、左前方に見えてまいりました長方形の池、増池のところに出てまいります。増池現在入場料無料ですので、よかったらお尋ねください。中に小石神社という小さな神社もあります。もし釣りされる方だったら、そう、このホテル、ホテル釣りすぎにご注意ください。たくさん釣ってですね、自慢げに店員さんに見せていただきましたらですね、店員さんから笑顔の場合になります。なぜかと言いますと、釣れた分全部買い取りに出してくださいと言います。で、財布と相談しながら次に見てください。まだですね、有馬には外れの方にありますが、炭酸源泉公園と公園もございます。こちらですね、公園の蛇口をひねっていただきましたら、炭酸水の源泉が無料で飲めます。味の方はですね、ご想像にお任せいたします。またその前にですね、古民家を移築しました炭酸せんべいのお店の支店がございます。こちらのお店ですね、私の知る限り有馬温泉の中で一番試食のしやすい店でございます。ロッペで聞いたら絶対言わない。